ウィザードリー、ガイデン5つの試練灼熱の車輪3回目ですね、よろしくお願いします。レベルの方が上がりまして、レベル10から、レベル18に上がりました。8上げたんだね。それから装備の方がかなり充実してまして、マップ2つの剣、悪の盾、クロームプレート、鋼の兜とクロームのコテと、同じように、他のキャラクターたちにも おそらく割ともう後半の装備になってるんじゃないかなという装備をつけております。レベル上げでですね5回行ったり来たりっていうことをしまして、その結果がこれですね。だから5階の方がですね、マップが埋まってる状況になります。行けるところとイベントで、行けるところ、それが、全部回避しながらマップの方を埋めたという感じになりますんで、そして今回やるのはまず1階のここ、鍵がかかっている、これが盗賊のレベルが18だったら開くんじゃないだろうかというところから始めていこうと思います。開くかな。じゃあいける、頼むよ。ああ開かない。ああじゃあイベント系なんだ。ああなるほど。というわけなので、4階の攻略からやっていこうかな。行きましょう。4階のクラブ、ドラゴン、そこから行きたいと思います。もうですね、テレポーテーションも覚えてるので、まあロール覚えてるのでクラブドラゴンに入って、やっていく。で、星マークがついてるところが全部行ってないところなんで、この星マークのところをこう探索していくという感じになります。さあじゃあどっから行こうか。一番行きやすそうなのはここかな。とりあえず入り口から入った方が分かりやすいだろう。なので、クラブドラゴンの入り口に飛びます。よし、ここだね。クラブドラゴン営業時間が昼と夜の部で、夜の11時半にラストオーダーであると。ここをだからクラブと見立てて、だからこの辺がダンスホールなのかな、で奥の方にビップルームがあるのかなみたいな、そういう構造になってるんじゃなかろうかと。さあじゃあ行ってみよう。ここ回転床じゃねえかっていうふうに思ってたけど、そんなことはなかったですね。さあじゃあ、来た、レベル下げるやつ。これはギガフリーズで大丈夫。ギガフリーズ一発で死んでくれるはずなんで。お、やる必要なかった。強くなってんな。4階の敵はもう一発ですね。奇妙なアイテム、カブト。さあ、ここのイベントから。ほろ酔いの男が話しかけてきた。あんた、伝説のマシンを知ってるかい？そう、鋼の王の乗っていた馬さ。何でもこの馬を作った鍛冶屋はこの近所にあるらしいってよ。俺も乗ってみたいもんだ。なるほど。まあ、オートバイの部品を集めるっていうことですから、そういうことなんでしょうね、と思います。で、さっきマップで見た通りにですね、この辺は全部回っているので、うわぁ、多いな。まあでも、連打でいけると思う。どうだ？うん。うん、この戦闘で1しかダメージ受けてないんだったら優秀なんじゃないですかね。ガス爆弾。さあ、あと残すところは2箇所かな。この辺には酔っ払いしかいないっていうのは確認済みです。だから、から先に入ると魔法禁止エリアになります。左上の多分アイコンが全部消えんじゃないかな。あー消えましたね。だからここからは魔法禁止エリアだと。でまあでも道なりにしか、ないので大丈夫だとは思うんですけどね。イベントですね。はい、
極上の女が安い男に話している。ねえ、さっきの店の偉い人が壁の中に入っていったわよ。ん？なんか厄介なお客さんがたくさんいるあたりの壁よ。見間違いじゃないわよ。本当よ。だって一緒にいた点点点。冒険者たちはそっとその場を離れた。壁の中に入っていった。店の偉い人が壁の中に入っていったってことは、どっかにそんな壁があって大勢人がいるってことはダンスホールで、で今手書きマッピングを見てるんですけど、どっかあんだろうね。そこに入ればいいんだということだね。OK。ここマップ開けないですからね。OK。これはいいヒントをもらって、フレディがレベル上がるそうです。ちょっとしか戦ってないよ。で、もう一個。ここに部屋があるので、ここを探し、あ、でもここは何もないのか。ヘリオン。正体不明の存在。ああ、なるほど。なるほど。先制攻撃か。じゃあ、ホップキンス。呪文、サンダー。サンダーでいそうでしょ。あれ？ああ、そっか。ああ、ごめんなさい。魔法使えないって言ったそばから、サンダー使う。怒られちゃうな。オッケー。デレデデン。だから、まあ、こうやって壁層あたりなんだろうね。でも、人がいっぱいいるところって言ってるから、ここじゃねえんだろうな。多分違うんでしょうね。まあ、でも、レベルを上げてるので、大丈夫は大丈夫ですね。で、マップを今、にらめっこしてるけど、この辺とか、調査なのかな？まあ、でもここじゃないんだろうし。どの辺だろうな。ああ、楽だ。楽だ。全然苦戦しない。でもですね、これ5階に行くとですね、これでちょうどいいんですね。戦いとしては、危ない危ない、レベルを下げられる。先制攻撃はやめろっつんだよ。気づかないうちにレベル下げられるってこともあるだろうから。ここに間っちょがあるから、ここ一応調べようかな。よし。まぁ、こんな感じで怪しいところを叩いていくんだと思うんですが。ね。あとは、ここか。ここを調べる。調査。女がいる部屋ですね。本当よーって言ってたところだね。で、今これでマップが見れるはずなので、はい、デュマピック役だね。まあ、怪しいところが、まあ、あからさまなところがありますね。部屋らしい部屋が あるので、マップの真ん中の、あの東側のところがあからさまにそれっぽいですね。あと、ここから南に行ったところの食堂があるんだけど、食堂の星印のところも、調べよう。長い珍妙な帽子をかぶった男がいる。ここは厨房だよ。トイレなら入り口の横。悪いけど、ここはお客さんのための場所じゃないんだよね。出てっとくれ。厨房なんだけど、ここにイベントマークがあるから、ここでなんかあるんだと思うんだ。冒険者たちの前には冷蔵庫がある。今のところ周りに店員はいないようだ。酒か。冷蔵庫を開ける。はい。アイテムを手に入れた。で、これは多分、あれ？おっと？そのまんまのアイテムで持ってんのかね？あれ？酒瓶？あれ？
なんで今みかん店アイテム集められなかったんだろう。酒瓶、酒、よし。これぐらいは素人でも識別できそうな感じですけど。あ、はいはい。酒を持ってるとダメだ。で、酒を持ってるとどっか行けるんだよな、ね。どうだったんだ。大勢人がいるところで。多分ここ。ここですね。ここを調べればいいんじゃないかな。何も見つからなかった。じゃあここじゃないのか。店長がどっかに消えたっつうけど。よっ。ここじゃないのか。あとは、まあ、片っ端かな。人がいっぱいいる場所っつうから、やっぱ、じゃあ、VIP ルームに近い場所なのかな。まあ、怪しいとこ全部調べていきましょう。あれ、思ったところじゃなかった。そして、盗賊もこれは感じ取らないんだね。まあ、その辺は作者のあれだし、見つかったら、探索してる間に道が見つかっちゃうわけだから、それはないんだろうね。あ、そうだ。あと、マジック、あ、もうやめて。なんで今、マジックライトに当たんなかったんだ。ここが怪しいけどな。何も見つからない。じゃあ、ここの扉と扉の間。あー、来た。あー、ドアを発見した。ここか。すみません。マップに書き込みます。隠し扉。オッケー。あー、ここか。小部屋なんだね。さて、店長かな。あ、スイッチだ。あれ？スイッチは調べんのか。調査。あ、これグラフィックありだとスイッチのあれが、まあ分かりやすいけど。よし。これでいいのかな？壁の中に消えていったわようで、スイッチを入れると、鉄格子のとこでも開くんかな。あー、開いてるね。よしよしよし。冒険者たちが竜の姿に近づこうとすると、その口から小さな炎が飛び出した。それは仲間の一人に当たったが、小さな火傷で済んだようだ。次は小さな火傷では済まないだろう。盗まれた竜の彫像だよね。探す。何者かが現れた。ああ、ボスか。まあ、すぐ倒しちゃうんだろうな。しまった。正体がわからない。コンジュレーション。違う。どれだっけ？正体見つけるやつ。モンスター。ああ、女の人か。女の人の。まあ、ここだから。ないの？あったあった。ネームモンスターズ。これで、どうせ倒しちゃうだろうけどね。ああ、死んだ。正体不明のまんま死んだ。あ、見えた。アースワインドはネームモンスターズを唱えた。なんだ、ティエンロンみたいな感じだな。でもやっぱ、その、絵が違うから、これは専用グラフィックなんだね。だから、ウィザードリーで自分のシナリオを作る、奇妙なアイテム拾いました。自分のシナリオを作るんであれば、自分で絵も用意できるってことなのかな。そしたらもう最強じゃん。さて、じゃあアイテム集めて、奇妙なアイテム。竜の姿。
忍耐の壁。ああ、まあこの辺はね。ああ、でも4回で忍耐の兜を取れるんだね。強いな。さて、お酒が手に入ったので、お酒を届けに行きたいかな。うわ、怖い。うわ、5匹もいる。怖いよ。大丈夫かな。これぐらいでいいんじゃないかな。あーでも攻撃は全部先制で当たりますね。終わったー。あれ呪文今よいしょ。あーそっか、ここ一通なんだ。じゃあお酒を持っていけばいいと言われてるので、ここをワープで行っちゃいましょう。抜けて、ワープで抜けて。うん、ここに、あれだね、お酒が必要なんだ、ヒントキャラだね。この人に渡すわけじゃないんだな。じゃあ、ここで、あれ？あった。ここで追い返されたんだけど、お酒があれば、どうですか？ああ、開いた。鍛冶屋の親父は冒険者たちから酒をぶんどり、ニコニコと顔を緩ませてこう言った。酒があるなら先に言えばいいんだ。さあ中に入った。俺はあんたたちを歓迎するぜ。これで酒なくなったと思うんだけど。どうなんですかね。あ、敵が出る。あ、はい、先制攻撃ね。毎回酒持ってこなきゃいけない感じかな。まあ、それでも全然いいんだけどさ。デベデデン。は？外出ちゃった。鍛冶屋のキャラクターに。あ、出てしまいましたね。これワープでいけんのかな。はあ、もう後ろ振り向いても多分何にもないので、またお酒持ってこなきゃいけないのかな。入れない。テレポートでいけますかね。キャラクターを調べる。あと何回マロールできる。4回できる。鍛冶屋ジェシカ、ここに戻りたいんじゃ。あ、いけるいける。よかった。そうか、いつか。ああ、イベントだ。よし。親父は冒険者たちに向かって言った。おいおい、鉄の馬のパーツが全然足りてねえぜ。全部集めてからまた来てくんな。全部、なんでビヨンセが麻痺になってんだ。ああ、さ、緑色のやつか。もう敵の名前あんま覚えてないんですよ。おなじみの敵の名前じゃないから、覚える必要ないかなと思いましてね。緑色のやつの麻痺に多分当たったんだろうね。持っててよかった着付け薬。順番の変更。あ、そうそう、彼がね装備を持ってないんですよね。アースワインド&ファイヤーさんはもう完全に鑑定屋として機能してるので、アイテム持ってない。だから、アイテムボックスに預けてるやつ持ってこなきゃいけないのか。でも、それを合わせても、それを合わせてもですよ、
この竜の姿ってやつが多分必要アイテムで。まあじゃあとりあえずフレディに渡しとこうか。竜の姿をフレディに渡す。1,2,3 で4,2,3,4にあるので次は5階に向かった方がいいんだね。よし、それで行こう。さあ、じゃあ一回戻りますか。戻った方が良さそうだね。レベルも上がるしね。なんか随分でかいんだな、鍛冶屋というのが。鍛冶屋ね、現代風に考えると、車工場か。にしたってでかいよ。トヨタの工場並みにでかいんじゃないの？よし、じゃあ次は5階に行くので。とりあえずあれか、回復をしないと。よし、こんだけ強くなってもまだ全然5階にギリギリ歯が立つかどうかですからね。とりあえず止まりましょう。フレディ、どれぐらいですか？ちょっと贅沢してエコノミー入りますか？一枚と一甘やかさない方がいいですね。そう、あと転職もちょっと考えてるは考えてますね。そろそろ、ビヨンセが、多分、もう侍に転職していいんじゃないかなと思うので、これで、パーツは3つ。3つパーツがあるけど、4階で行けるところは多分あともうないでしょう。あと、そっか、みんな寝なきゃいけないんだよね。よいしょ。さあ、じゃあ行こう。もうだから、魔法通じないゾーンに行かないから、呪文唱えていいんだね。これで、サモンエレメンタル、一応読んどこうか。キャリオネット。名前だけ聞いても、ああ、こいつかってならないのが、やっぱりね、この独特のネームセンスのやつの、あれですよね。さあ、じゃあ、一応テレポーテーションでマップ確認。まあ、1階にも行けないところは多々ありますが、今のところ多分どうしようもないんでしょう。2階、廃棄処理場。処理場は真ん中のところにボスがいて、ボスがいた場所だけ、あれだ。今、マッパーじゃねえんだ。それを倒したので、あとマスクがあるだけかな、ここは。鍛冶屋ジェシカ、これが今左側のマップが開放されて、なんかドット絵のロボットみたいな感じになってんな、白く囲まれて。ここにパーツは3つじゃねえと思うんだよな、4つか5つ。で、クラブドラゴンは、隠し扉を、があるので、そこ行ったから多分大丈夫だと。で、ここですよ。5階、異教徒の園。ここがですね、一応、マークを打ったところがイベントのあるところだと思うので、その辺をちょっと重点的に回ってみようかなと思います。一応ね、レベル上げでさ、ずっと同じことやってんの退屈だからさ、マップだけでもせめて、埋めようっていうのでうろうろしてたんですね。その結果、これだけいってると。あと、ノーヒントで今回やってますね。今のところ見てないのかな、攻略情報みたいなものは。じゃあ、異教徒の方の行きましょうか。一応、
一応右下から攻めようかな。よし。さて、まずここ、メタル社を排除せよ。我が神を冒涜するメタル社を駆逐せよ。やつらは我が神に従うべきである。神が力を放てばメタル社も落ちる。あの愚かなオースラも我が神にかかればメタルから足を洗う。だからメタルが悪とされてるんだね。メタルミュージックなんか聞くんじゃねえぞこの野郎っていう、そういうことなんじゃないかな。何者かが現れた。うー、どこに動かされた。でもこれが多分この階層で一番弱いモンスターだと思う。これとウィロー・ウィスプが弱いんで、それ以外はもう強くてね、戦ってらんないんですよ。よし、斧、斧拾ったね。よし、ああそうそう、回復の指輪持ってるからだいぶいいですよ。一歩ごとに1回復しますね。うん、ちょっと楽ですね。グレーターデーモンクラスが出ないんだったら大丈夫でしょう。ここのマップは、こっちか。メッセージがある場所を読んでないので、そこを読んで、行こうかな。とりあえずマークがついてるところを重点的に調べ、おー、またレベルが上がる。はい。警備班へ。鉄のハートが活発に動いている。負傷者も出ているようなので、より厳重な管理が必要である。何かに共鳴し活性化しているようだ。万一を考え、侵入者についても備える必要があるだろう。詳しくは明日の会議にて。だから、僕らに、だから集めたアイテムに、こうしてるという感じなのかな。そんな感じはいたします。うー、来たー、これだ、これがきついんだ。まあ戦い方は一緒なんだけど、これはなかなかですよ。あー、でもモンスター呼び出してるからちょっとはマシかな。2人やっつけた。6人になった。戦う。どうせ呪文効かねえしな。効かないんですよ、多分。ティルトウェイト効かないでしょ、ね、一応回復が入れば。覚えてないのか。スティービーが一発で殺せる。ジャイケルはそら殺せないよね。フレディと、だから2体ずつ倒せるんだね。まあ、麻痺よりはいい。ああ、聞いた。聞きましたよ。一回だけ聞いたらしい。よいしょ。ああ、倒した。終わった。経験値4万にしたって、あんま戦いたくない。これが戦えるようになるまでレベル18まで上げなきゃいけなかったんですからね。そりゃ厳しいですよね。40前後だから、シンディの体力が88でしょ、マックスが。ってことは、あれ、僕間違った、あ、間違ったね。2回食らっちゃったらもう終わりなわけでさ、それはなかなか厳しいよね。あれ、これどこだ。ん、
今手元のノートに書いたマップを見ながらやってんだけど、ああ、やっぱ戻っちゃってんだね。違う違う。奥の方に行きたいね、僕は。ここは前回怖くてもう進まないって言ってたとこですね。はあ、はあ。ああ、なるほど。そういうことか。ああ、レベル下げるやつばっかりだ。デッドリーズエアか、カズミか。よし。出した。で、ここをまっすぐでいいんだな。で、ここね。ごめんなさいね。もうレベル上げで散々回ってきたので。ね、分かってんじゃねえかって。そら、この、レベル上げで 何時間もここでうろうろしてたんで。ね、勘弁してください。メイス、巻物を着て。で、この奥にスイッチがあるんですよね。これを入れてないんで、スイッチを入れます。入れた。何が変わるのかな？ミスター・クローリー。ああ、首跳ねちゃうか。これはもうね、カルネージっていう魔法で一気に仕留めないとやばいんです。ありとあらゆることやってくるから。で、一応マジックスクリーンかけといて、これでいいんじゃない？ああ、落ちない。落ちない。勘弁してくれ。おお、勘弁してくれよ。どっちも落ちないのか。ここはティルトウェイト。OK かな。はあ、怖い。ガス爆弾はダメージ受けないだけまだマシよな。さて、あ、僕間違ったな。この部屋じゃねえ。間違ったね。道を間違っちゃった。戻ってきちゃってるね。さて、どこが開くんでやんしょうね。と言ってないイベントポイントが1個ぐらいかな。テレポートで行った方がいいかな。どうかな。おお、ドラゴンロード。はい、ミスター・クローリー。おへーおへー。こっちで行ってくれませんか。あれ、エキサイターが死なない。へえ、オッケー。はあ、ヒリヒリする。1ターンで倒せないってことは、こっちのレベルがやっぱり、まあまあ、毎回激戦をこう想定するような作りになってんのかな、このゲームはな。かもしんないけど。
さてどこが空いてるのやらですね。さてここでランプ歩けばいいんだ。1、2、3、ここで右か。はいはい、これは戦いやすい。先にこっちを落として、これで戦って、ああ、いいね。やっと本当戦えるようになったな。もうここ来たばっかりの時というかね、レベル上げの最中はですね、本当に一回一回の戦闘で絶対勝てないっていうような敵がいましてね、それがとてもね困ったんですな、さっきと同じ戦い方でいいですよ。だっけ、なんかふわふわしたピンク色の敵がいるんですけど、そいつがさ仲間呼んでさ全然逃がしてくれないしさ、経験値は1対1だしさ、なんだこれっていうね、あれで30分ぐらいずっと戦い続けたのかな。結局倒せなかったんですけど、はい。じゃあ、ここのイベントは初です。わざとマップ踏まないようにしてましたね。異教の男が語りかけてきた。鋼の王は我が神の手に落ちた。この国もいつしか我が神のものになろう。見知らぬメタルものよ。メタル社よりはメタルものかな。メタルものの方が、あれだよね。ちょっとバカにした感じが出るよね。キコーラも我が神に従うべきではないか。それが得策であろう。冒険者たちは手を横に振り、そこを離れた。かわいそうに。彼らに命はない。なるほど。だから、宗教対ミュージックみたいな、そういう話なのかな。で、ここは一方通行の扉がやたら多いので、次何歩歩けばいいんだ。気をつけて、歩くんだね。マップを見ながら、5歩歩くの ?1、2、3、4、あ、5歩じゃない。ここで北を向く。で、ここに宝箱があるから、あるからって、もうこの辺全部ね、レベル上げしたからしょうがないよね。部屋の中には粗末な箱があり、それは巨大な錠前で閉じられている。よく見ると錠前は開いており、簡単に中を覗くことができそうだ。探しますか。はい。アイテムを手に入れた。何を手に入れたのかな。ああ、もう、肝心なやつが見つからない。しかも状態異常になりやがった。こいつ。ね、もう今戻ってきたんだけど壁になっちゃってるんですよ。だからまあ取ったからいいんだけどさ。穴に落としてしまい。ん？石になった。うわー、ビヨンセが石になった。杖、いやー結構着付け役は大事ですよね。ああしまった、石化だ。石化だから解除できないんだな。戻るしかないけど、まあいっか。あともう一個の場所はまたテレポートで直接来ればいいですね。じゃあ戻りましょう。テレポート。
え、戻った時に何かするって言ってなかったっけ？忘れちゃった。大丈夫だね、ここだね。パーティーはイビルパーティーだから助ける。どうですか、やった終わったよ。いやー怖いね。さあ、じゃあ一応アイテム売ってこようか。売る、もうなんか立派なアイテムが全部いらないいらないいらないになってるところがすごいですね。あと宿屋も泊まっておいた方がいいですか。205、まあお金あるし、体力205でしょ、119でしょ。じゃあもうロイヤルスイートですよ。スペシャルルームか。お金持ち、ヒットポイント20。まあいいか、力が上がってほしかったけど、この子は上がらないんだけど、まあいいか、回復す、結局10回復させるのに1週間で500でしょ。じゃあスペシャルに泊まります。あれ泊まった、あ、泊まったね。この子は別にいいや。今泊まらなくても困りはしない。馬小屋で、すいません。15上昇、素早さ上昇、あ、いいですね。馬小屋でレベル18、新しい呪文を覚えました。ああ、そう、この子レベル3の呪文全然覚えてなかったから、それを覚えたんだろうね多分。まあ、あんま必要じゃないんだろうなとは思うんですが、よし、じゃあ売ったね、大丈夫だね。じゃあなんか拾ったらしいやつの鑑定をしようかな。鑑定、あ、チケットだって。これか、ゴールドチケット、識別できました。なんだろう、どこで使うんだろう。どこで使うのかな。一回ちょっといらないアイテム売ってきますね。どうせ全部売れんだろうこれ。ああ売れるね、ごめん、どうせ2倍のあれで買い戻せるんだろうから、よし、じゃあゴールドチケット売ったから買う。そうするとハテナから在庫なしになるはずなんですよ。ほら売り切れで、ゴールドチケットはこれで大丈夫でしょう。 これでアイテム欄埋めないとイベントを進行してっていうこともあるんじゃねえかなと思って、よし、じゃあ迷宮に入りましょう。チケットを持ってて今3つ、持ってると。竜のなんとかってやつを持ってるんだよね。竜のなんとか、とりあえず順番か。フレディ、ワンダー、ビヨンセ、シンディ、アース、ジャイケル。で、ビヨンセがいつものごとく、順調。あれ？ああ、これもう多分キーボードがダメになってんだな。S ボタンが効かない時がありますね。これは操作間違うからやめた方がいいですよ。で、サモンエレメンタル。
ブードゥーチャイルド。ブレスとか履かなければいいですよ。ブレス履かれると耳が大変だ。で、ゴールドチケットを持って、どこに行くのかって話だよね。スイッチは入れたんだよな。だけど何にもなってない。だからやっぱり、あれか、下の矢印いっぱい書いてるところの上の小部屋に行くしかないのかな。じゃあそこまで飛びましょう。よしと、ここだね。戻る。ここだ。ね。あそこに見えてるんじゃん。でも、ここに入ると、もう後ろは壁っていうね。こういうことになってんだね、ここのマップは。というわけで、あれ?あれ?ここテレポートどうのこうのって場所じゃねえのかよ。あれ?テレポートがどうのこうのって場所だったんですよ、ここ。だからなんかテレポート系かなと思ったんだけど、チケットが必要なのね、これね。はぁ、ゴールドチケットがいるのね。なんであそこにテレポートって書いてあるんだろうな。まあいいけど。で、チケット持ったまんまら。あらららら。ウィザードアイ。どういうことだ?ワープしたんだな。はいはい、わかった。じゃあ、この奥に多分いるんですね。だから、ちょっと待ってね。ここからワープして、ワープで、どこに飛ばされたんだ?こうか。はい、まあ、とりあえず道なりに歩いていくしかないですよね。チップの配置なら、これか。ここがここにワープするわけだ。まあこれに書き換えた方がいいんだろうけどね。よしと、さあ行くぞ。ん?はい、部屋の中には臓物を思わせる機械があり、それは鎖でぐるぐる巻きにされている。機械は息苦しそうに低い音を上げ、密かにではあるがその身を揺らしている。エンジンか。鎖を解きますか。はい。何者かが現れた。あ、専用音楽ですね。剛然の心臓と読むのかな。エンジンだね。エンジンだね。よし、戦おう。多分ね、何もしないでもね、一発で終わると思うんですよ。ほら、終わった。すいませんね。だってここ普通の敵が強いからさ、どうしようもないんだって。アイテムを集める。そして調べる。はい、剛然の心臓。さて、じゃあみんな渡しますよ。フレディに渡しますよ。このキャラクターの中でオートバイに乗りそうなキャラクターって誰なんだろうな。ジャイケルはあれだよね、プロモーションビデオで、スピードデーモンで、ウサギの姿で、PV ありましたけど、あんまりイメージないよね。スティービーは乗れないだろうしな。ん?はい。よしよし。あ、嘘、一発で、落ちないな。オッケー。
あれ何にもない。ああ、戻れないんだ。じゃあ、こう。あれ外出た。はぁ。あれ何にもないぞ。あ、これで終わりか。左上はないのか。ちょっと待ってね。テレポートでマップの相関性を見たい。これの上、クラブドラゴンか。そっか。ジェシカのところのどっかから落ち、シュートで落ちんのかなと思ったんだけど。違うか。後で来んのかな？後で来んのかな？で、5階が今のところ最下層で、ハイウェイと、ライブハウスは、ライブハウス666はまだ真っ白だから、どうせワープしたっていけないんだろうから。じゃあ、4つでいいのかな？4つのパーツを持って、カジやジェシカに行きます。これでいける？パーツ4つでいいですか？あ、変わった。4つのパーツを渡すと、親父は冒険者たちに少し待つようにと言った。親父は忙しそうに手を動かし、4つのパーツはみるみるうちに形を出していった。さあ、バイクが組み上がったぞ。ところで、あんたたちの駐輪場はどこだ？ふむ、地下1階の駐輪場だな。マシンごとこのエレベーターで送ってやるよ。冒険者たちは強引に箱に乗せられ、それは静かに地上に向かっていった。ああ、そうですか。でっかいエレベーターな、アキラに出てきそうなエレベーターでゴウンゴウンゴウンみたいな感じで言ってんのかな。駐輪場に着くと、先ほどまで静かだったバイクが突然うなり始めた。冒険者たちは何事かと身構え、直後にその判断が正しいことを知った。何者かが現れた。メタルモンスター。なんか、竜の形をしてる。まあ、ちょっと本気で戦おうか。一応、アンチマジック唱えて、マジックスクリーンで、死んだ。弱かった。やだ。ああ、これ、ボス弱いんだ。そうか。奇妙なアイテム。さて、じゃあ、どうしようかな。まあ、鑑定しようか。鋼鉄の翼。じゃあこの鋼鉄の翼をフレディと、ま、ジャイケルどっちにあげようかな。いやーでもこのシナリオのメインは僕お気に入りはやっぱりフレディなので。フレディなの。このゲーム BGM 変えて全部クイーンの曲で、あーだフレディの曲で遊んだら楽しいだろうなと思ってさ。トゥナーイツ。タラリララーラリララチャラリラッタッタテレッテーの方が楽しそうだなと思います。よし、鋼鉄の翼を手に入れましたよ。鋼鉄の翼、よし。ぶっ飛ばせっていうか、あー、これがだから昇降用エレベーター。あれ違う、んマップの感じがわからないぞ。ああ、これが地下1階のエレベーターで、駐車場に送ってやるよ。でこれがなんだっけ、緊急用シュートだから、高速道路関係者以外の立ち入りが禁じられてるから、じゃあこれでいいんだな。ってことで、バイクを手に入れたので、多分、ここに行くと、
高速道路に乗れると思うんです。どうですか。目の前のアーチには鉄格子がはまり、先に進むことはできない。あれ、行けなかった。あ、スイッチだ。ん、あー、なるほどなるほど。わざと調べるように一方通行の壁にしたんだな、ここな。なるほどね。そうね、気づかないもんね、これね。調査。あとで動画でここのシーンだけ見直そう。左側の壁にスイッチがあって、僕はそれを見逃してるかどうかっていうのを見たいですね。スイッチを押したら、あー、いた。移動床、ギョー。メタルモンスターは、爆音、轟音を叫び、地獄へのハイウェイを疾走する。いやー、地獄へのツーリングだ。お前らビビってんじゃねえだろうな、ひゃ。冒険者たちには誰かがそう叫んだように聞こえた。この辺もあれか、なんか、その、メタルバンドの、その、歌い文句みたいなさ、有名なところがあるんだろうけど、知らないので。わかってると、おーってなるのかもしれない。おー、来た来た。あー、今のところさ、専用ミュージックでさ、なんか、あったらいいんじゃないのって思いましたね。ちょっと休憩します。はい、飲み物飲みました。メタルモンスターは何かを踏み潰した。後ろを振り返ると、かつてデーモナイザーであったものが道に散乱している。デーモナイザーってなんだかわからない。あ、まだ移動する。先に出口が見えるものの、周りに多くの怪物がいるため進めない。とりあえず冒険者たちは全ての怪物たちを引いていくことにした。あ、どんどん引いてる。あ、読ませるんだね、これテキストね。メタルモンスターの通った後は、あらゆるものが引き潰されている。残念ながら、ハイウェイの出口はもう目の前にある。ドライブのこの辺りで切り上げ、地獄に向かわねばならない。え？行って、調査。これどういうことだ？唱える。あれ、何も起きなかった。何も起きなかった。ん、ライブハウス666、チケットの当日販売はございません。ご容赦ください。ゴールドチケットあるよ。コア表のモンスターが門の前にいる。ようこそクラブ666へ。チケットの確認を行います。ウィザードリー5のチケット。ってことは、ここあれか？永久にぐるぐる回るのとかあるのか？チケットを見せますか？はい。コア表の門番は可能な限りの笑顔を作り、どうぞお通りくださいミスターと声を上げてくれた。これ女性パーティーでもミスターって言われんだろうな。さて、呪文デュマピック。え、何も起きなかったって出るぞ。でも呪文禁止エリアではないんだよね。なんだこれ。これ手書きで行った方がいい？ちょっと待ってね。キャラクターを調べる。ビヨンセ、呪文。ヒールパーティーは出せるな。で、呪文の効果はあるんだよな。もう一回呪文。
シンディが呪文で、レビテイトを唱えたとする。これができるから。で、リュマピックが使えない。で、回数だけ減ってんだな。だから、リュマピック禁止エリアか。そういう感じか。どうぞお通りください、ミスターっつって、僕はどこに通されたかすらわかんないんだね。で、これ、まあ、帰るにはテレポートはできるのかな？呪文禁止がなければ。え、道なりかこれもしかして。ジャギュレイター、タルカス、ナイトクローラー、スレイヤー。あれ、アーマーイーターだろ？アーマーイーターはどうかな？とりあえず、ティルトウェイトが効くかどうか。マジックバリア。切って84 32 120ぐらいか、ヒットポイント120ぐらいだからなんとかなった。タルカスは呪文を邪魔した。75のダメージ。スレイヤーは死んだ。なんだ、ナイトクローラーがティルトウェイトを放ってきた。やばい、次が死ぬ。ああ、よしよし。ああ、連れてたやつがみんな死んだ。はあ、なるほど。ナイトクローラーあれだ、いつも体力ないからすぐ倒してたけど、意外にこいつやばいんだな。ごめん、戻って。回復。やべ、ティルトウェイト使うんだ、こいつ。初めて使われた。地面に落ちてくれたら嬉しいかな。あと、チャームが効くか試そう。まず回復。よし、全部回復したね。ナイトクローラー OK だね。あれ？硬いぞ、これ。45のジャーメージ落ちない。ってことは攻撃回数増やした方がいいな。これでどうですか。82のダメージ。あはは。でも50しか通らないの。調べる。警報。さて、杖が2つ手に入りましたよ。はい。左にも扉があるな。どうしたもんかな。じゃあ、左から。緊急非常口。気分が悪くなるなどしたお客様はこちらからご退場ください。また再入場の際にはチケットが必要です。忘れずにお持ちください。半券じゃダメなんだ。だから一回5階に行ってチケット取ってきて。ああ、自動で戻った。ああ、ありがとうございます。だから、これは一回、宿屋に入って。さした方がいいね。ごめんね、馬小屋で。よいしょ。これで MP 回復したので、商店のやつも売っとこうか。ロックボトム商店で、杖。3万の杖。ああ、光の杖なんだ。持ってないんじゃないの？ああ、もう売ってあるね。
3万だから6万で売ってるのか。あ、チケットはでも半券にはならないんだね。分かった。じゃあもう、あ、ちょうどこのキャラクターゴールドじゃん。ゴールド色だったらちょうどいいじゃん。恐怖の杖売る。じゃあもうこのまんまもう一回行けばいいのかな。町外れに行って、迷宮に入る。で、メタルケイブに入って、もうでも物語後半なんじゃないかな。プロテクション。やっぱ AC 上げるの大事なんだろうな。ビショップ本当に、あの、何にも装備させなくて。ごめんね。サモンなんとか。あ、これは呼び出してんの？あ、メタルモンスターっていうのを。あ、もうメタルモンスターっていうのを召喚してんのか。あ、じゃあ召喚ができないのか。それはなんでだ。メタルモンスター1。なんでだ。あ、まあ、とりあえず。あ、だからここ入る前に、デュマピックでマップを確認すればいいだろう。あ、デュマピックじゃダメなんだ。だから、テレポートか。よいしょ。マロールで、アリア！アリア！通った場所とかが見れるわけじゃないのか。あ、だからさ、まあ、あの、まあ、このデュマピックってやつがさ、本来は座標を知る魔法なんだ、デュマピックは。そうなんだけどさ、じゃあ初期位置がどこかもわかんないってこと？うわぁ、マジか。だから、ハイウェイとライブハウスは真っ白であって、ライブハウスは手書きマップで進んでいきなさいと。そういう感じなんだね。覚えてないよ。何？あ、キャンセルしたからね。なるほど。おっとがないですね。そっか、これおっとがないのか。じゃあ行くか。危なくなったらテレポートで戻るなりなんなりでいいのかな。だからあそこが戻れるところだから、多分でも、じゃあもう一回行こうかな。そうすると、またこうなるんだね。で、これでバイクで疾走してる感じを出したかったんだね。出したかったんだね。はい。チケット持ってるよ。ああ、通れるね。素晴らしい。ああ、しまった。しまった。マッピングしろよ。だから、まず、箱があるじゃん。もう、これ、まあ、いっか、ノートの真ん中に書けばいいか。箱があるじゃん。で、どっち向いてるかもわかんないんだよね。まあ、まあ、いいけど。んで、ここが、そうだろ？で、箱から一本道で、1、2、3。一本道で、1、2、3で左に曲がって1左に曲がって1で右に曲がって1で左に曲がって1で1進んで左に曲がって1に扉
で、敵が出るんだね。で、ボックスなんだね。エターナルブラッドサッカーデジャブ、これはもうこれから倒して、後のやつは地面に落とすしかないんじゃないかな。落とせ。一応マジックスクリーン64のダメージ16。あー、プリズミックレイだ、やばい、変なのをやらされる。うわー、麻痺3。よし、エターナル死んだ。あー、フレディが4のダメージ。あれ、なんでファイヤーなんだ。メタルモンスター、プリズミック、あー、自分のやつか。はい、うーなー、マジかー。アイテムを使う。あー、これはやばいぞ。よし、よしよし。いやー、回復もついてよかった。やばい、これ全員に麻痺回帰とかないとやばいかもしれないよ。剣、いい剣だといいですね。とりあえず回復だよね。麻痺でしょ。あら、キュアオールじゃないと戻んないのか。これでキュアオールを、まあでもキュアオールでいいか。あー、これは行って戻って行って戻ってですね。帰って戻って帰る。スタート地点がわかんねえんだもん。でも最初のスタート地点がバイクでバーンって疾走してるのは東に向かって走ってるから、最初は東向きってことでいいのかな。僕北向きに書いちゃったけど、まああんまり考えなくてもいいんだろうな、どうせ聞かないんだろうから。剣を渡して、これがカシナートとかいい剣だといいですよね。アワス君、調べてくれたまえ。ただの剣なんじゃね、最強の剣なら探検って書いとけよ。順番健康、フレディ、スピーディ、ビヨンセ、シンディ、ジャイケル、アース。よしと、戦闘は終わった。んで大広間があって、広間があってまっすぐ進むところがあって、でここを出ると左に回避するところがあって、で、まっすぐ進んで、これワープとかあったらもうわかんないんじゃないかな。1、2、3、4。あ、これ渦巻き状だぞ。キリングマシン、ブルータルキング7。なんか効くやつあるかな。メテオスウォーム、カルネージ、ワールドオブカース、ワールドオブカース、呪文、ニュークリアブラスト、ジャイケル、順番が違ってる。呪文、一応
防御でマジックスクリーン、119で、1人死ぬ、77でも死ぬ、84でも死ぬ、80ぐらいか、80前後の感じかな、70で死んでんな。おお、倒した。ワールド・オブ・カースが効かなかったのかな。だからティブト・ウェイトじゃないとダメ。テレポーターやめてくれよ。また剣が手に入った。これが強い剣だとだいぶありがたいんだけど、どうすか。今は剣が欲しい。あれ ?4 回、5回。最強の探検になんでそんなに。カシナートが欲しいかな。カシナートの剣が欲しいな。まいったな。あんま歩きたくねえけど、まあ歩くしかないか。あれ？ああ、ワープしたか。もしかしてワープした？違う。回転床があるんだ。違う。行き止まりだな。いや、ワープしたんじゃね？見覚えがない。これまた戻されるのかな。あーやっぱりだ。なんとなくわかった。だから脇道にそれようとすると、だから多分1エリア1エリアにこの緊急回避用のやつがいるんだ。だからでワープで飛んだか回転床でどうにかなってこれはこれはなかなかですよ。誰がレベル上がるの？お、シンディが上がります。ってことは、ティルトの回数が増えるってことでいいかな？スイートルームに。おー、100にはいかないか。HP4 上昇、生命力、運の強さ。力が上がったらなー、ロードに転職させんだけどなー。もうシンディじゃねえや。ビヨンセは侍に転職してもいいんですよ、正直。だけど今遊んだ感じだと僧侶の、あの回復魔法だったり回復兼攻撃魔法かが結構使えるので、それをこうね、あの使った方がいいから転職させない方がいいかもしれないね。これはそんな気がする。のアースさんが回復する。どうですか。ヒットポイント2、知恵上昇、新しい呪文を覚えて、魔法使いのレベル5の魔法が使えるようになったのかな。プリーストのレベル5のねやつが欲しいですけど、まあビショップにあんま期待してもね、しょうがない。あれでもあれか、レベル的に全然ビショップレベル上がんないなぁとか思ってたんだけど、レベル17なんだね。で、まあ、盗賊は20は当然なんだけど、レベル19と17だったら2つしか離れてないんだなぁ。そっか、だからビショップ序盤に入れても困んねえっちゃ困んねえんだな。まあ、この編成だから困んないんだと思うんだけど、魔法使いも僧侶もいるから。そんな感じがするな。いや、転職、転職は今回はあんま考えないようにしよう。今使える魔法がどんどん伸びてった方が戦いやすい気がする。ここでだって半分になっちゃうわけじゃん、魔法使いの呪文が半分になってロードに転職とかさ、こっちの回復も7回使えるのとさ、5回使えるのではだいぶ意味合いが違ってきますんでね。
そんな感じだろうな。よし、じゃあ行こう。これマッピングがめんどくさい。マッピングがめんどくさい。キャラクターを調べる。あ、また順番どうにもしてないや。呪文を唱える。ね。で、召喚はしなくていいのかな？いいね。メタルモンスターがいるからね。で、順番。フレディ、ワンダー、ビヨンセ、シンディ、アース、じゃあいける。これで、OK。じゃあ、3回目。いきましょうか。あ、左どうなってんのこれ。一緒なの。ああ、戻れない。左の方から入っても一緒か。だからワープポイントで同じところに飛ぶから関係ないんだな。あ、ここで東向いてて西向いてんのか。これ最初から書き直した方が良くない？そうした方がまだ理解が早くない？だからまず一本道があって大広場があって進んでチケットを見せて、で、進んで、また書き直してます。これで、こうで、下向いて、こっちで、で、こうで、こう行って、こうか。で、箱があって。で、入ると戦闘。いやー、弱い敵いないのかな、これ。全力だな、これは。全力で行くしかないですね。だから、ティルトだね。ニュークリアブラスト。で、マジックスクリーンで、あ、勝った。うん、ガス爆弾杖と鎧で、こう行ってここ行ってここが戻るとこで曲がって、ほんでまた引き返して、とにかく脇道に見えるところには入らない方がこれ得策だな。で、入るじゃん。で、どうしよう。おー、これ戦いたくないっすが、逃げられないこともあるから、戦った方がいいよね。鎧溶かさないでね。お願いだから。戦う。ん？あ、先制攻撃。麻痺したね。じゃあ、ナイトクローラー先で。スレイヤーって、ああ、カマキリで後列からでも攻撃してきますせーなのか。オッケー。鎧しかねえな。で、まっすぐで抜けて、で、左にも、ああ、絶対マップぶつかるから、ワープしてんじゃねえかな、これ。まあいいや。再現性としては一緒なんだろうから。こういって、左に曲がる。だから、こっちか。で、また扉がある。3回戦う。
先制攻撃5人分は辛いです。先生、ユートピアンブラスター、まあそんな強くないんだろうから、これはもうティルトでで、魔法ダメージ軽減して、あ、ワンダーで倒せんの、よし、ブレスゼロ、うん、あー効くね、効きますね。で最後に、うわー、でもこれ以外の戦い方がないのはちょっと辛い気がしますよ。あ、レベル上がった。奇妙なアイテム、ここに来て奇妙なアイテム、なんすか。お、君主のレザー、うん、ルビーのスリッパ癒しの杖、極上、まあ君主のレザーという新しいのを取ったけど、どうせこれロード専用装備だろ。ロードの男女と善と悪と、こうなるとロードに転職しようかなとはなりますが、これ何装備？あ、鎧なんだ。鎧なのに、AC がマイナス1にしかならない。なんだろう。まあ、いろんな作者がいろんな設定のウィザードリーを作ってるから、あれだけど、後半にこんな感じのやつなんだね。じゃあちょっと音を消します。はい、すいません。じゃあどうしよう。今体力は大丈夫なんだよね。大丈夫なんだよね。レビテトを唱えてないから空中浮遊はできてない、並び順はいい。もう余計なことしたくないんだよな。見えてる限りここはキューマスの箱で、ほんでここ通ればいい。で、出た瞬間にあるやつは、これはもう罠なので、ここ入んなくていいんだよな。左の扉は絶対帰るやつなんだ。一回戦うごとに危なっかしいから、帰りませんかって来るんだよね。でもじゃあずっと現実を通っていく感じなんだな。はい。怖い。とりあえずこうでどうですか。うわ、死なない。うわ、死なないか。これはいい剣が欲しいですね。あ、剣来た。これは調べよう。いやーでもなー、そんなやたらめったらと出る魔王との剣だよね。わけはないですからね。よしと、今のところこれだけ。君主のレザー手に入れた。んで入って今度はこっちか、見えるところに扉はない。あそこに行かなきゃいけないけど、真ん中を通って回転床とかワープは嫌なので回避をしてみた。どうだろう。なんでまた左に道がある。2345、え、左に曲がんの？やっぱワープしてんじゃねえのこれ。合わないんだけど。
よいしょ。1,2,3,4,5 これが6回目だね。またティルトウェットだろうな。危ないのはこれなので。あっと、なるほど、そういう感じか。先制攻撃か。先制攻撃だって勘違いするパターンもあるから怖いですけど。1ダメージ？なんでだ？何かの加護でもあるのかな？あら、落としきらんかった。でもダメージは受けてない。いいよ。メイス。真ん中踏むとダメな気がする。で、道なりは道なりか。だから 16×16 マスのマップをこう縦横無尽にワープとかさせられながら行く感じなのかな。もう向いてる方向分かんなくなっちゃった。いやー、ティルトウェイト使いまくりだな。よし。ナイトクローラーがギガフリーズ。ああ、まあティルトウェイトよりはマシだけどさ。よし、スレイヤー死んだ。エキサイターが残ってる。まだ攻撃残ってるだろう。怖え。回復。これは回復も残しとかないと厳しいな。身を守る。なんか効くかどうか試したりするのはありですよ。まあその暇はないんだろうけどね。効果を発揮しなかった。あー、じゃあ魔法禁止エリアだここ。おー、マジか。マジか。敵の魔法は通じるけど、こっちの魔法は使えませんよか。やっばい。そういうこと？で、こっからこう行くんだね。なんで？で、戻りたきゃ戻れようで。よし、ここは使えるんだろう。よし、使えるね。で、右手の扉は絶対戻るんだろうから。なるほどね。で？こういってこう。なんか変なマップになってんだけど。絶対ワープしてるよな、俺、どっかで。で、こういって、こういって。そろそろついてもいいんじゃない？まだか。あー、で、あのエンカウントの時にどうなってるかを知らないと。あれ？あー、だからここが魔法通じてるかどうかが自信がないわけだ。あー、だからそれで確認しろと。ベイダー、エキサイター。ベイダー、エキサイター。サイダー呪文。わあ、やべえな。
応魔法唱えよう。あ、ここは効くんだな。よし。ナイトクローラーがなー残るんだよな。一発で落ちるときと落ちないときがあるから、だからうん、回復もこれしかないからな。よし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 、回復した。うん、魔法禁止エリアが現実の 1,2,3,4,5,6,7 個目に魔法禁止エリアがあるのね。爆弾、爆弾怖いんだよ。どんなにヒットポイント上がっても死ぬダメージ来るから怖いんですよ。鎧と奇妙なアイテム、うん、よしと。だから箱があって右手だからこうかで、1,2,3で左曲がるんだろ。合わないんだよな。左曲がって右曲がってで左曲がって、あー、また部屋だ。もしかしたら同じとこぐるぐる回ってる可能性もあるのか。開けます。はい。部屋はホールになっており、その奥にはかつて鋼の王と呼ばれた男が変わり果てた姿で立っている。ああ、はい。振り向いたらね。これ余計、わかんない。まっすぐ行くと落とし穴とかワープになる可能性もあるよな。とりあえず一歩ずつだな。1歩2歩3歩イベント4歩まっすぐ進んで大丈夫か、はい。かつての鋼の王は鋼を脱ぎ捨てた姿で真っ裸で冒険者たちの前に立ちはだかった。彼は挑発するように冒険者たちの理解できない音楽を奏でている、冒険者たちは詳しい許しがたいものを感じ反射的に彼へ襲いかかった。現れたほう、ジャギュレーターとゴッドっていう、あ、ゴッドって入れられないんだ、神に反するから。神って入れられないんだね。神と戦う話は許されないから、とりあえずジャギュレーターを落として、でここは一回ギガシールドをかけて、で、マジックスクリーン、よしよしよし、ジャギュレーター死んだ。これで怖くない。45、63ダメージ。戦う回復。ヒールパーティーじゃない。キュアオールでシンディを回復して、呪文ヘイスト前列に、これで攻撃上げて、どうだ、あ、勝った。音楽ちょうどよく勝った。あら、王様倒しちゃった。あ、そっか、王様がヘビーメタルの格好から銀融詩人っぽい格好になってるわけだね。で、リュートを持ってるわけだね。よし、これで一回回復を稼いだだろう。オッケー、ハート。
そっか、ビショップいないとここで戻ることになるのか。キャラクターを調べる。あ、しまった。もしかしたらまた戦闘になるかもしれない。なんかそんな仕様になってるらしいので。まずは、ヒール、メガヒール、ギガヒールか。ギガヒールで回復を試みて。で、あと、メガで調整をして。あと普通のヒールでいいかな。あー、2足りない。まあいいけどさ、こっちでよし、完全回復したぞ。これで戦闘に次入ったとしても大丈夫だぞ。さあ、ハートってやつをもらいましたよ。だいぶ集まったけど、なんかいいアイテムはないんだろうな。あー、来た。最後にカシナートの剣来たぞ。よし、エルフの鎖、片びら、ドラゴンの牙、偽りのゴッドハート。ほう、偽りのハートなんだね。おい、ドラゴンの牙ね。アイテムを渡す。そうね。カシナートの剣をスティービーで、ドラゴンの牙をフレディに、偽りのゴッドハートをフレディに。これで装備を変えて、ドラゴンの牙って何？AC が2つ下がる。全員が装備できる。じゃあそうしようか。本当はだからみんな装備できるんだったら後列に装備させた方がいいんじゃねえかな。とりあえずカシナート装備しよう。装備、カシナートは絶対呪われてないからね。カシナート、悪の盾。いや、これもう相当終盤なんじゃないかな。あ、蛇の牙の上位版だ。なるほど、そういうことか。まあでもそうね、装備するか。前列、剣、盾、プレート、兜、コテ、翼が装備できんの。そうすると AC が5下がるの。そして牙も装備すると AC が、マイナス18にまでなりましたよ。マイナス18にまでなりましたよ。マジか。すごいね、フレディ。よし、よし、行こう。カシナート装備して、これで行きましょう。せーの。アタック。わあ、違うのか。偽りのゴッドハートは弾け飛び、冒険者たちの心に直接言葉が伝わってきた。これ戻って店屋にあれした方が良かったのかな。よくぞ無様な姿を召してくれた。洗脳されてたんだね。何時らには感謝の言葉もない。おしむらくは私の本意が失われていること、私を惑わした存在を滅ぼし、我が鋼の国に平和をもたらしてほしい。声は聞こえなくなった。あれ？生きてないの？この人。そういうこと？今のところ魔法効果は生きてるね。魔法使わないで戦闘入る可能性もあるからね。怪しげな調べを奏でながら、その存在は姿を現した。小さき鋼の冒涜者よ。
我々はあなたに価値を見出しません。今すぐにここから失せなさい。さもなくば我々はあなた方を無に返すほかありません。何？ああ、強制だ。おっと、エターナル偽りの神々、ブラッドサッカー。戦う。一回エターナルをどうにかして、で、呪文。どれだっけ ?AC。あれ AC 上げるやつがないぞ。あった。ギガアーマーで、呪文を唱える、まずティルトウェイトで、呪文を唱える。これは AC を下げるやつがあるだろう。あった。これ一人か、一人か、全員でいいよ。全員下げるやつ持ってないのかな。トータルテラーか。いや、効かないだろ。そんなんだったらマジックスクリーンでもしてた方がいい。戦闘開始。どうだ。よし、エターナル死んだ。ブラッドサッカー死んだ。メタルポンスターのスパークが呪文邪魔された、アースワインド&ファイヤーはマジックスクリーン。偽りの鍵はギガエナジーボルト、73のダメージ。ギガアーマーを唱える。魔法系か。呪文、ピュアオール、マイケル。でも、いけそうな気がするな、これ。だから、ヘイスト上げてさ、フレディで叩いてもらえばいいんじゃないの？で、この人はずっとマジックシールドをかけてれば、勝てる気がするな。あ、勝った。終わった。これラスボスってことでいいんじゃない？勝利しました。あ、経験値少ない。ハートを手に入れましたよ。これ。ああ、なるほど。こういう感じになってるの。右。左。で、呪文。いやー、どうだろう。やっぱ無理だよね。このマップ、おかしいよ。4行って、こう行って、こうか。一応、神の左手、悪魔の右手理論で行きましたけど。ファイブ。出演者専用テレポーター。ああ、帰ってきた。帰ってきましたよ。さて、じゃあここで多分お城に行くとクリアになるんだと思うんですが、まずは、あ、クリアにならないのか、ハテナのまんまだから。じゃあ焦点で、これか、ハートの鑑定をしてください。あ、お金足りないって。これで、メタルゴッドハートってなりましたね。売る。メタルゴッドハートは、1、10、100、1000万、10万だから100万。で、僕持ってるのは、ちょうど100万はあるな。装備で AC が下がるその他。ということでね。で、偽りのやつはもう割れちゃったんだよね。じゃあこれ一回売るじゃん。
これでメタルゴッドハートが登録はされたので、もう一回行けば、もう一回行けば行けるっちゃ行けるんだよな。これでお城行くじゃん。そうするとなんともならないと思うんだ。うん、そうだね、そうだね。あれを持っていかないとダメなんだね。なんでこんな無駄なことするんだろうなと思うんだけど、 AC が5下がるって言うから、いいか、どうせこのゲームはもうやらないから。よいしょ、登録だけしたってことで、買い戻して、クリアということでいいかもしれません。うん、そうしよう。だからパート4で全部終わるって感じだね。多分今回の動画分が撮れてれば超長くなってるんだと思うんですが。じゃあ、フレディさんが、お金を集めて、その他のハート、メタルゴッドハートを100万で、50万で売って100万で買って。よいしょ。ね。じゃあこれ持ってクリアしに行きましょう。お城に行きますよ。どうぞ。おめでとう。君たちが民衆の前で鋼の王の心を解き放つと、何もなかった空間に王の姿が浮かび上がる。懐かしい声が広場にこだまする。王の姿に民衆は歓喜の声を上げるが、その姿は少しずつ薄れていった。王の心を受け継ぐ者がこの国の未来を支えていくことだろう。王様かわいそうに。で、総括です。このゲームは、あれだね。意外とその現代風のウィザードリーだっていう風な期待をして遊んだんですけど、なんだろうな、まあ、グラフィックの問題もあんのかな。線画にした方がより想像力が膨らんだかなとも思うんですが、ちょっと想像しづらかったんだね。だから、まあ、クラブドラゴンであるとかは現代風のディスコかなとかさ、鍛冶屋は車のさ、修理工場かなとかさ、思いながらやってったんです。で、頭の中に浮かんでたのはですね、映画ロボコップの、背景ですね、廃工場が並んでたりする、デトロイトシティみたいな感じ。ああいうのを想像して遊んでましたけど、そこに魔法であるとかさ、まあ宗教団体であるとか、なんだろうね、現代に失われた魔法が、こう、どういうふうに、こう、融合してるのかが分からなかったので、最後の最後までちょっとね、乗り切れずには遊びました。まあでも、キャラクターわざわざ書いてさ、自分好みにしてさ、で、音楽で塗りつぶすテーマの話でもあるから、ね、ヘビーメタルよりは僕はやっぱロックンロールだなと。なので、ロックンロールメンバーでクリアできてよかったなぁ、なんていうふうに思いました。これ、エンディングはやっぱりあれだな。ボヘミアン・ラプソディで終わりたいと。まあ、でも流しちゃうとね、YouTube で怒られちゃうから。それはこっそり自分のね、プレイで、やろうかなと思います。まあ、あとはゲームのシステムは途中でも話したんだけど、やっぱレベルの上がり方だったり、その敵との戦い方であったりに、ウィザードリーマナーよりはなんかドラクエ的な、なのであんまりコルツとか、ま、防御を上げるやつとかをあんまり使わずに戦ってきたんですけど、まあ、そのやり方が悪かったっていうのもあるのかもしれないけど、なんかこの1階層降りるごとにレベルを2から3上げなきゃいけないような感じに作られてる印象でした。まあ遊びやすいっちゃ遊びやすいんですが、結局だからゲームプレイに使った時間としては配信にあるのが多分これで、3時間、6時間ぐらいだと思うんですけど、レベル上げの時間の方が10時間ぐらい取られてるんですね、これね。作業的にね、その、誤解を見て回るとかっていうやつが。なので、そんな感じかな、なんていうふうに思いますね。あ、そうだ、あと、地下1階の、
鍵を開けるところとか、まだ分かんない謎とかもあったりはするんですね。まあ、その辺を、もし次回があれば、次回。一応今回クリアということでね。あと、サムネイルも6人分パターン用意したんですけど、6人まで行き切らないでこれ終わっちゃうなというところですから。まあ、この後はなんか攻略情報かなんか見ながら、もしこうね、集めたいアイテムとかあったら、それを集めてみるとかね。もしくは次の、イベント、次のシナリオに進むという感じになると思います。一応ね、次にやるシナリオは決めてあるんですよ。難しいやつはやめようっていうので、次にやるシナリオは、公式シナリオ、カルバンの鈴毛男というやつをやってみようと思います。なんか、ウィザードリーオマージュの、なんか、いろんな小ネタが仕込んであるシナリオらしいので、まあ、楽しめるといいなというふうに思います。というわけで、以上です。ありがとうございました。終わりまーす。終わった。一応見とくか。鍵開かねえってどこだっけ。そうすればこの回で終われるんだよね。鍵がかかってんだよ。これ、例えば魔法でも開くのかな。シンディが今レベル19。GP1000。ああ、そっか。お金がみんな一重100、1000万、10万、10万ゴールドずつもらったんだね。で、称号がついてるわけだ。なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。これ、称号は6人にしかつかないのかな？こう、1人だけで、その、エンディング迎えたりとかすると、それで終わりなのか。まあいいや、呪文唱える。アンロックドア。開いた。でもこれストーリーのフラグが立ったからってやつなんじゃない？地面には汚い文字が書かれている。ここはオイラの近道だ。オイラの許しがない限り、この道を通ることはまかりなんねえ。冒険者たちは頭を悩ませた。果たして誰に許しを請うべきなのか。シュート。4階に落ちてきたか。これ4階っぽいな。1階から4階に落ちるシュートである。4階だね。はい。オイラ専用の。じゃあこれあれか。たまたま僕があれなのかな。もう一回町外れに行って、マップを見ますけど、たまたま鍵開けに失敗しただけで、っていうことになるんですかね。まだまだちょっとありそうですけど、あんまりちょっと、期待のしてたやつではないので、まあ、この続きがもしあれば、あれですけど、これ T4 ってことにする、あ、違う。だから、これで4階に落ちるんだよっていうふうにしとけば、シュートで4回だよっていうのにしとけばいいかな。というわけで、カルバンの鈴木男じゃない、灼熱の車輪メインストーリーはこれで終わりです。もしかしたらもう一動画あるかもしれません。あれですね、宣言通りというか、歌われてた通りに難易度が、その旅人の財産よりは、短くキュッと、マップもね、16×16 で、スマートなゲームであったと思います。なんかね、
なんかね、ですけど。なんだよ。はっきり言えよ。いや、趣味じゃないっていうね。そういうことですよ。あ、でも、遊んだんでね。よかったよ。よかったよ。ね、これ一個作るのだってみんな大変なんだから。ありがとうございました。じゃあ終わります。